行くわよ。うん、任せとけ。よし、それじゃあ僕も。ん？お、この段ボールは。いける、これをかぶれば間違いなくいけるぞ。よし。何をするんだ？何をするんだ？やらかすなよ。ウェーイ！こんばんは、七町薫です。ウェーイ！サバオです。サバオです。誰だよ。よし、出だしは好調だ。梅原のおかげで魚ネタな、だいたい笑ってもらえるようになったぞ。おお、梅原ナイス。さてさて、では早速そんな2人にご質問させてもらいたいんですが、まずは初めにお二人が出会ったのはいつ頃のことなんでしょうか。はい、中学の頃です。私と彼が同級生だったので。そうですか、そうですか。僕が友達の相談に乗っていたら、そこに薫が割り込んで。痛い。余計なことは言わなくていいの。仲がいいんですね。ええ、いつもこんな感じなんです。やばくないかい、この流れ。では次、お二人の関係を一言で言うと。そうですね、生傷の大変。こいつバカだろ。あんたやる気あんの？あります。あれ、意外に受けた。立花さん、大丈夫ですか？いつものことですから、大丈夫です。なんだか、田之町さんの方が優位に立っているみたいですね。そんなことないですって。ええー、お互いにイーブンな感じですよ。そうなんですか？はい、食物です。なんでそれで例えるから。痛い。どうしてそういう例えにするわけ？めっちゃウケた。もう盛り上がってるからいいじゃないか。あんた、ベストカップルコンテストで盛り上げてどうすんのよ。そうだけど、この場合は。では最後にお互いの好きなところをお願いします。そうですね、サバとも付き合ってくれるところです。カオル、痛い。なんだそれ。あんた、ほんと海に返すわよ。何そのキック、初めて見たんだけど。まさか、ここで蹴りが来るとは。なんで受けてんの。田町さん、今蹴りましたよね。んなことするわけないでしょ。あっ、バッカ、アホ、ギャー、ローリングソバット。え、ちょっと待って、カオル、それはさすがにやりす。あんたが調子に乗ってっからでしょ。痛いってば。稽古はもっと痛かったのよ。それって僕関係ないじゃないか。いいのよ、どうせついでなんだから。ついででやられちゃ困ることもあるよ。ない。うえ。ちょっと待って、待って、なんだこれ。お二人とも決まりましたよ。え、はい、満場一致でベストカップルは田之町さん、サバオさんに決定です。おめでとうございます。会場の皆様、お二人に盛大な拍手を。司会大丈夫か。ちょっとローリングソバット食らったけど大丈夫か。嘘、本当に？てかマジで決まった。どうして。お二人の息の合った攻防に審査員がメロメロです。おい、攻防って嫌な審査員だな。やったわよ。うん、私たちがベストカップルよ。ケイコ、見てる？やったわよ。これで田中さんの屈辱を晴らせたってことになるのかな。まあ僕としては薫が喜んでくれてる方が嬉しかったりするんだけどね。ちょっと待って、私はそんなカップル認めないわ。誰？え、何ここで急に。誰よ、ケチつけてるのは。誰でもいいでしょ。誰？声があるってことは。え、でももう決定したことなんだから。そうよ。いや、とにかく
ダメなものはダメなの。こんな年も越せなそうなカップルじゃ。なんだと？あんたね、そういう文句はせめてステージに上がってから言いなさいよ。こそこそ客席から隠れて言うなんてみっともないわよ。カオル、本当のことでもそれは。いいのよ、これくらい。そんな。え？だいたいどういうつもりか知らないけどさ、決まったことにイチャモンつけてんじゃないわよ。なん、うわっ、まさかカオルが強く踏みしめたことで舞台が傾いたのか。マジかよ。やっぱカオル、こっち逃げるわよ。え、あ、うん。誰かその人たちを捕まえて。なんで、何をしたの僕たちが。ここまで来ればもう平気ね。そうだけどさ、すっごい面白かったね。まったく、ほんと騒ぎを起こすよな、カオルってさ。持ち味ってやつ？反省しようよ。きっと今頃学校は大変だぞ。大丈夫よ、そのための立派な委員長でしょ。そんなことよりさ、これからどうする？これかな。そう、まだ微妙な時間でしょ。帰るにはもったいないじゃない。それもそうだね。じゃあカオルの行きたいところでいいよ。どこでも。うん、私海行きたい。海？海？この季節前に自転車で行ったことあるでしょ。歩いてもギリギリ行けそうじゃない。行けるかな。平気。そっか、じゃあ行ってみようか。キンバリー。こんな日に海まで歩くなんて思いもしなかったよ。ほら、何してんの？さっさと行くわよ。はいはい。ねえ。ん？疲れた。だから言ったのに。まだつかないの？もうちょいだと思うけど。だったら少し休もうよ。うん、構わないけど、この調子で行くと到着する頃には弱、マジで夜明け？そんなにって言ってるそばから日が昇ってきてないか。まいったな。おい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 、親御さんに怒られんで、そんな時間まで。クリスマスだっていうのにカオルには振り回されっぱなしだよ。いつも通りじゃない。そうだけどさ。嫌なら帰れば。カオルが行きたいって言い出したんだろ。そうだっけ。お前の脳は鶏並みか。あんたの魚並みよりはマシ。よりによって魚かよ。自分でも魚って言ってたくせに。そうだけどさ。もう一年に一度のクリスマスなのにため息なんてつかないでよ。だってこれからもずっとこんな調子なのかって考えたらな。え？ん？どうした？今、これからもずっとって。言ったね。あ、いや。それ、私と一緒にってことでしょ？ねえ、答えて。それは。確かに僕の気持ちは。なあ、カオル。うん。どうしてそんな一言に？こだわるわよ。あんたがそんな風に言ってくれたの初めてなんだから。そうだっけ？うん。それは言葉の。ねえ、言うならちゃんと言ってよ。うん。お願い。私、苦しいよ。カオル。ずっと中途半端な距離でさ。いっそこのままでもって思うこともあったのよ。でも、やっぱり自分の気持ちも考えると、
うやむやなままっていうのは。カオル、もう我慢できないよ、私。うん、カオルにここまで言わせるなんて、僕は。そうだよな、ちゃんと自分の気持ちを伝えなくちゃダメだよな。 よし。あ、カオル。うん。僕、お前のことが、カオルのことが好きだ。ずっと一緒にいたい。おお、来たー来たー。わがままでいい加減で、すぐにめちゃくちゃなことばっかりするけど、僕はそんなカオルと一緒にいたいんだ。うわあ、恋にならない声が出ております。もっと同じな言葉を選んでよ。本当のことだろ。素直じゃないんだから。そういうとこ、中学の頃からずっと変わってない。僕と一緒じゃ嫌か？そんなことない。じゃあ、うん、私もあんたが好き。最高です。うわ、あもう泣くなよ、カオル。バカ、何年待たせれば気が済むのよ。ごめん。やっと届いた。僕の気持ちが、カオルの気持ちが、どっちもよ。そっか。そっかじゃない、ずっと待ってたっていうのに。ねえ、僕だってカオルが大好きだ。Thank you。 ずっと一緒にいようね。そうだね、そうしよう。うわー来たタナマシカオル仲良しエピローグ。はい、というわけで天神実況プレイ。もうあかんわ、最後のカオルの涙はあかんって。そこで泣かれたら僕も泣くわ。はい、というわけで天神カオル編やってまいりました。いやこれはそらね、名作って言われますよ。いや本当に面白かった。人生初めての恋愛シミュレーションゲームということで天神を選んでみましたが、本当は最初は七崎愛を行こうかなと思ったんですけど、なんかやってるうちにカオルルートに来たっていうのは本音であるんですけど、でもカオルみたいな性格の女の子は本当に、リアルな話すると好きなんですよ、結構。なんですごくこうやりやすかったというか、感情移入しやすかったですね。本当に紆余曲折を経てと言った方がいいんでしょうか。もともと天神実況というか恋愛シミュレーションやろうかなと思ったのは、ちょっと名前出しちゃいますけど、うかさんが、トゥーラブストーリーの実況をやってて、それを見てなんか恋愛シミュレーションも面白そうだなって思って始めたのがきっかけだったんですけど、結構やっぱりそれに比べるといろいろイベントが多くて長かったなっていうのがあったんですけど、でも本当にすごい充実してて楽しかったなっていうのはあります。
だからそれこそ本当いろいろ思い返されるイベントとか結構あるんだよね。あやつでしたね、あれかな、お母さん、なんかあ、ロミオくんいたね、ロミオくんもいたね、そういえば、そういえばって言っちゃあれだけど、さあテーマソング、あやつじさんの歌が流れております。本当にいやいい作品に巡り合えたなと思いますよ。もうなんかね、なんていうのかな、もうなんだろう、こんな恋をしてみたかったじゃないですけど、まあ、ゲームらしいところは当然ありましたけど、すごいこうあるあるっていうようなやり取りもあって、本当にやっててとても楽しかったです。いやもう今甘噛みなんかあの調べたっていうか、ちょっと聞いた話では、カオルは仲良しエピローグの方が割と好評だったりするんですよ。まあ要するに今のエンディングですね、がいいっていうのがあって、いやもうダメだ、思い出したけ泣いちゃうよ、最後のカオルのさ、もうダメだって泣くのをさ、もうダメだってもらい泣きしちゃうんですよ最近、もうちょっと泣きやもないんでね。いやーでももう、いやーほんと顔がいい子ですわこれ何目線だって話ですよ。結構ねやってて、いろんなキャラとかやっぱ気になりましたね。いろんなキャラっていうか、他のキャラっていうのかな、それこそなんかあやつじさんもそうですけど、まあもちろんもともと奈良崎は気になってたっていうのはあったんですけど、森島先輩とかもねちょっとやってみたいかなって思ったりもしてるんですけど、まあ、もしなんかこの次はこのキャラお願いしますっていうのがあったら、ぜひぜひコメント欄で蹴られとるし、コメント欄でお願いします。まあ本当にやれるかは分かんないですけど、やるにしてもちょっと攻略サイトとか見ながらやるかもしれないですけど、ご了承ください。お、安藤橘純一、ありがとうございます。いやいいね、いいクリスマスだ。いやもういいっすね、このイラスト本当に。その日から私の周りは劇的に変化した。あいつがそばにいてくれるだけで、目の前の光景が七色に輝いて見える。何でもないことが楽しくて嬉しくて、そしてちょっと照れくさい。こんなの初めてだからよくわからないけど、もしこれが私の初恋なんだとしたら、初恋は実らないなんて迷信は嘘だと思う。ちゃんと実ったし、これからだってきっと平気。私は確信してる。あいつとならずっと一緒にやっていけるって。幸せはいつでも目の前にある。誰の言葉かは知らないけど、その通りだと思う。また振られちゃった。田中さん頑張れよ頑張れよ田中さん。今度は大丈夫って言ったのは誰よ。うん、頑張れ、元気出して。お願い私と付き合ってもう手段選んでへんやんか、この子。ちょ、僕はほら、ちょっと何してんのよ、ケイコ、離れなさい。だってだってじゃないの、私も幸せになりたいのちょっとあんたも少しくらい抵抗しなさいよ。いいじゃないの、痛い、なんでそう来るのさ、痛い、いきなり何するんだよ。デレデレしてるからでしょ。
してないってば。してる。あんたはね、私以外見ちゃダメなんだから。きたー。よっしゃ。はい、というわけで、今回は、じゃない、甘神実況プレイをお届けしてまいりましたが、いかがでございましたでしょうか。またね、新しい作品とか、別のキャラのルートというか、別のキャラ編ももしかしたらやっていくかもしれないんで、その時はよろしくお願いします。以上、みつきくばさでした。最後までご視聴ありがとうございました。面白ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、長い間応援ありがとうございました。僕と女神の恋愛白書、棚町薫編、以上になります。それでは、みつきくばさでした。ありがとうございました。バイバイ。